出てきたね。はい。こいつは俺たちが食い止めてやる。その間に急いでこの場から離れろ。クソ。よし、さっさと抜けるぞ。あいつら勝手に飛び出しやがって。仕方ねえ、このまま行くぞ。ビッグファーザー解除。この辺でいいだろう。出ろ。おめえらとはここまでだ。俺は勝手に逃げさせてもらうぜ。オアブレス、追ってか。よし、二手に分かれるぞ。俺はビッグマムを引きつける。それじゃあ私は追っ手を抑えて別の道から船に向かうね。オラブレス。では私とチョッパさんは海路からサニー号に向かいますので。気をつけろよみんな。どけ！なんで急に壊されたケーキが目に入ったのか。オアブレス。逃げなきゃやべえってのにてめえら邪魔すんな。このままじゃまずい。こうだったら一か八か。ママ、実はケーキには予備があったんだ。だがそれを麦わらの一味が盗んでいった。あいつらが上に出てきて、雷鳴発見。生意気だね。大黒昇竜火炎発見。ママは麦わらたちの方に向かったか。今のうちに今ここで話す。見て苦しみな。言っておくぜ。ライト、雷鳴発見。尽くして行けプロメテウス。俺のソウルはウェディングケーキ。おい無事かお前ら。あれはプルンちゃん無事だったのか。黙って聞きなサンジ。リサイママを止めるにはケーキを作るしかない。後で迎えに来るわ。勘違いしないでよ。あんたたちのためじゃないんだからね。分かったありがてえ。しようと無駄だよ。ママを怒らせた時点で助かりゃしない。私を倒そう。どうせみんな死ぬ。ママからは逃げられない。ビッグママがすぐそこまで。早く逃げなきゃ。ここを抜ければ出口だ。私は完璧主義なのだ。この島が甘くないことを教えてやろう。これでたとえ出口にたどり着いても抜けられはしない。てめえ様子を見に来ただけだった。いいだろう。やる気なら相手になって。熱くなりすぎたか。今は一旦引こう。ガンディの味を教えてやる。エグマム、兵器は俺たちが奪った。取り返してみやがれ。何ベッチ、覚悟はできてるんだろうな。これで借りは返したぞ麦わら。やるぞ野郎ども。こんな奴らにこの俺が。